こんにちは、ゆりぱんです。今回も動画を見に来てくださってありがとうございます。今回の動画では私が福岡に引っ越してきてびっくりしたことその2というテーマでお届けをしていきたいと思います。前回ですね、同じように福岡に移住してきてびっくりしたことというテーマで動画をアップしたんですけれども、あの動画を撮ってから、あ、そうだ、そういえばこんなこともびっくりしてた、あんなこともそうだ、なんか最初新鮮だなって思ったなっていうことがね、他にもいろいろ出てきたので、ちょっと第2弾ということでね、撮影をすることにしました。あの動画ね、3月にアップしたんですけど、あのアップしてすぐもそうだし、ちょっと時間が経ってからもなんかいろいろこう見に来てくれた人がコメントくださったりして、すごく嬉しかったので、よかったらまたこの動画もね、あのなんかいろいろコメントで感想とかいただけたら嬉しいなと思います。さあ早速なんですけれども、私が福岡に引っ越してきてびっくりしたことの一つ目というのは、空港が都心部からめちゃめちゃ近いところにあるということですね。まあもう本当これね、もう本当今思えば、なぜこれを第1弾に入れなかったんだろうっていうくらい、一番最初に私が福岡でびっくりしたことの一つでした。私がね、福岡に初めて来たのって、ケーブルテレビのアナウンサーの試験を受けに来た時なんですけど、今からだいたい7年前くらいですね。それまで九州はもちろん福岡とかって一回も私来たことがなかったので、その7年前のケーブルテレビのアナウンサーの試験を受けに来た時に初めて私福岡に来たんですけど、まあ大体ね、空港って都心部までどこもそうだけど距離があるものじゃないですか。私とかね、地元東京なんで羽田空港いつも使ってたんですけど、やっぱ羽田空港から新宿までとかね、結構その主要の中心部まで出るのってすごく時間がかかるものだから、まあ福岡空港もね、きっとそういう感じなんだろうっていうふうに思ってたんですけど、まあ福岡空港着いて、まず最初博多駅目指そうって思って地下鉄に乗ったら、たったのね、2駅で博多駅に着いたんですよ。で、その2駅っていうのも、すごい距離がある2駅じゃなくて、本当に5、6分とかで博多に着いたんですよね。だから私、空港からこんな近いところに博多があるの?みたいな。博多ってだってやっぱりね、福岡の中では大きな駅っていうイメージがもともとあったから、こんなに大きい駅が空港の近くにあるわけないって思ってたんですよ。だけどたったの2駅で着いたから、最初、これって私の思ってる、あの大きい博多じゃなくて、なんか同じ博多駅なんだけど、なんかちょっとちっちゃい博多駅っていうのがあって、そこなのかなみたいな風に思ったぐらいでした。だけど、実際はそこで降りてみたら、本当にそのね、福岡の中心地の大きい博多駅だったので、こんなに空港とその中心地、街の中心地っていうのがこんなに近いところあるんだって思って、本当にそれはね、すごくびっくりしました。だから本当その福岡に住むようになって思うのが、空港が近いと、まあ、とにかくその旅行でね、県外に行く時とか、まあ私ちょっと海外旅行まだ福岡に来てから行ってないんですけど、本当空港を利用して移動する時ってすごく便利だなって思いますね。私とかね、そのさっき言ったみたいに、その東京で羽田空港とかよく使うんですけど、福岡から東京に帰る時ってなんか下手すると、福岡から羽田に向かう飛行機に乗ってる時間よりも、羽田空港から実家に帰るまでの方が時間かかったりするんですよ。やっぱりなんか電車とかバスとか乗り継ぎで実家まで帰らなきゃいけないので、なんかそれに比べると福岡って本当になんかめちゃめちゃ空港までが楽でいいなーって思いますね。だからいつもその東京に帰省する時っていうのは、まあ福岡がその博多からすぐね、空港まで行けるっていうのもあって、例えば朝一の飛行機に乗るっていうのも、そんなにこう苦じゃないんですよね。なんか、東京で羽田空港で始発の、まあ、6時とか7時台の、飛行機に乗るってなると、もうめっちゃめちゃ早起きしなきゃいけないんで、結構きついんですよ。だから私、大体羽田空港を利用するときって、もうお昼の、早くてもお昼の12時、1時、2時とか、そのあたり。で、できれば、まあ夕方のその4時、5時とか、そのぐらいの時間に利用してるんですけど、まあ福岡だと本当にとにかく空港まであっという間に行くことができるので、もう朝一の飛行機で、利用することもできるし、逆に帰ってくるときも、夜遅いね、最終の
の便の飛行機とかであっても、まあ、そこから自宅までをピューってすぐ帰れるっていうのがあって、まあ、すごい便利だなって思います、まあ、まあ福岡もね言うてその住んでる場所によってはその空港までの移動距離が遠いとかあると思うんですけど、まあ、大体ねみんなどこに住んでたとしても一旦博多か天神に出てからあの空港移動すると思うんですよね、まあ、つまりその、ね、空港がその博多とか天神とかから近いっていうのがもう本当にそれは便利でいいなって思いました。今はねなんかやっぱりその感染症のね流行の問題とかで全然みんなその 県をまたいでね移動とかもちろんできない時期だと思うし、外出自粛でねあのお家で過ごしてる人とかっていうのが本当に多いと思うんですけど、まあ、もしまたその外出自粛とかが終わってね少しなんか一段落したなっていう風になって福岡もし来ることがあったらですね、ぜひその空港の近さというのはね体感していただきたいなって思います。であとなんか前回の動画にあの福岡に移住したいなって思ってて動画調べてたらこの動画見つけましたって言ってなんか私の動画にコメントくれた人がいたんですけど、まあ、本当にその空港の近さっていうのは住むようになってからものすごいそのありがたさ感じること多いと思うので、まあ、そこもねなんか参考になったらいいなと思います。そして福岡に引っ越してきてびっくりしたことの2つ目というのが教科書で習った歴史の舞台になった場所が多いということですね。あのどういうことかというとね、私ねその福岡に引っ越してきた時に最初に住んでたのが春日市っていうところだったんですよ。あの博多とか天神とかがあるのが福岡市っていう大きな政令指定都市なんですけど、そのすぐお隣にあるところでその春日市っていうところに住んでたんですけど、その家の近くに那国の丘歴史資料館っていうのがあったんですよ。でそれがどんな資料館なのかっていうと、あのその昔ねあの邪馬台国ってあったじゃないですか。あの女王の卑弥呼がいた邪馬台国っていうものがあって、その邪馬台国ってあの確かなんか場所がどことかって分かってないんですよね。分かってないんですけど、なんかいろんなその資料とかなんかそのいろんなものがなんか出土してたりとかいろんな資料とかによると、どうやら福岡の春日市にあったんじゃないかみたいに言われてるらしいんですよ。でごめんなさい、私本当にちょっとね歴史すっごく苦手で全然ね、あのなんて言うんだろう、本当に歴史に関してはもう全然知識とか自信がないんで、ちょっと完全にあの私があの正しいこと言ってるっていう自信もないままちょっと不安な状態で話しちゃってるんですけど、まあ私そんなね歴史が苦手な私でもその邪馬台国とか卑弥呼とかってやっぱね分かるし、その昔習ったっていうので記憶してるものだから、あそういうその本当教科書とかでもしっかり学ぶようなそういう印象に残るようなものっていうのがこの福岡にあったんだっていうのにまずちょっとびっくりしたんですよ。でその那国の丘歴史資料館とか、まあ、引っ越してきてね最初全然もう右も左も福岡のこと分かんない時一人でこう見学とかに行ってみたんですけど、あの昔の人たちのお墓で亀棺墓ってあるの分かりますかね。なんかカプセルみたいなこうパカって割れる割れるっていうかこうパカってこう上下2つのこうカプセルみたいなのをこう組み合わせてでこれを埋めるみたいな、あの亀棺墓っていうのがあると思うんですけど、その亀棺墓がその発掘調査された時のまんまの姿で残ってるところがあったりとかして、結構一人でねその那国の歴史資料館行って亀棺墓がこ う埋まってるところとか見て、うわーすごいって言ってね、なんか全然歴史詳しいわけじゃないのになんか一人で感動しながら見てました。でその後もいろいろまあ、 あの過ごしていってるうちに、あのあと国宝の金印あるじゃないですか。漢の和の名の国宝の金印ですね。あの国宝の金印も福岡で発見されて、で福岡市博物館にあの今保管されてるんですよね。そのねその金印とかもおそらく学生時代に授業で習ってはいたと思うんですよね。まあその漢の和の名の国宝の金印とかっても見ればね、ああ歴史の教科書で昔見たとかっていうのはすぐ思い出せるので、まあ記憶には残ってるんですけど、ただそれが福岡で見つかったとかっていうところまでは正直覚えてなかったんですよ。っていうのもずっと私やっぱ生まれも育ちも東京なので、なんか教科書ってよくそのなんか歴史上のなんか出来事とかを、まあなんとかの国、括弧現在の奈良県あたりとかさ、なんかこうそういう風に書いたりするじゃないですか。だけど私ずっとやっぱ東京だったから、その昔のどこどこのあたりとかって、昔っていうか現在の何県のあたりとかっていう風に例に出されても、やっぱりなんかすごい自分の、 あの住んでるところからすごく離れてる
ところの出来事だから、同じ日本とはいえね、なんかもう全然知らない土地で起きた出来事っていうイメージだったんですよ。だから日本の歴史なんだけど、なんかこうそんなに自分と密接じゃないものっていうイメージをずっと持ってたんですよね。だけど、まあ、実際福岡来て、その邪馬台国とかその国宝の金印とかね、あ、これこんななんか私の生活してるこの福岡のこんなこう生活圏内で起きてたことだったんだって思うと、なんかすごく面白いなって思ったんですよ。あとはあの鎌倉時代にあのモンゴルの軍が攻めてきた元寇ってあったじゃないですか。あの元寇も博多湾からあの日本大陸に入ってきたらしいんですよね。だからその博多湾の湾、あの、なんて言うんだろう、海岸沿いっていうのかな、そこにはその元軍がこう攻め入ってくるのをこう防ぐための石垣で元寇防塁っていうのがあるんですけど、それが未だにその国の史跡、国なんか福岡の史跡だからだったかな、なんかどっちか忘れちゃったんですけど、なんかその史跡に登録されるような感じでその元寇防塁って今も残ってるんですよ。で、まあ、このあたりも、あの、私実はね、あの、歴史すごく苦手なんですけど、あの、福岡オープントップバスっていう観光バスのアナウンスの仕事をしてる関係で、あの、福岡検定っていう検定にね、2年前くらいに挑戦したんですよ。で、その時にその原稿ボイルの勉強とかをして、あ、原稿もなんかめっちゃ昔勉強したわっていうのを思い出したんですよね。で、あ、この原稿っていうのも福岡だったんだって思うと、なんか本当にこうすごいリアルに感じたんですよね、その歴史のことを。これってやっぱり、なんて言うんだろう、その福岡に来たからこそ感じられたことだなって思って、なんかこう歴史、その教科書にも載るようなその代表的な歴史の出来事っていうのを身近に感じられる、これってなんかその福岡らしさだよなってすごく思いました。だから私はね、言うて本当にその歴史とにかく苦手で、全然なんか詳しくないし覚えてないんですけど、あんまり覚えてないんですけど、私がもしその中学高校とか歴史を しっかり学ぶ時期にここの福岡にいたら、もうちょっと楽しく勉強できたんじゃないのかななんてちょっと思いました。だってなんか原稿の話とかされても、なんか今ってそのさ、外国の軍がなんか攻め入ってきてとかっていうのないじゃないですか。だからやっぱりなんか全然こう自分のなんて言うんだろう、国と無縁のことみたいな、全然想像できないみたいになるんですけど、実際にその元軍をね攻め入れないようにっていうために作ってたあの元寇防塁が残ってるんだよとかっていうのを当時もし勉強して知ってたら、わあすごい、ここに来てたんだみたいな、こっから元軍が入ってこようとしてたんだみたいな、そういうなんか面白さがあったんじゃないのかなって思いました。だからまあ歴史好きの人とかね、すごいあの福岡楽しいんじゃないかなって思いました。まあ歴史といったらね、やっぱりあの京都奈良とかが代表的だとは思うんですけれども、まあ私は意外とこう福岡に引っ越してきて、あ、いろいろ福岡って歴史ゆかりのあるものなんだなっていうのをもう本当にね感じました。まああの福岡ね、太宰府天満宮っていうね、すごく有名なあの菅原道真公を祀ってるね、本当に日本を代表する神社の一つがあるのでね、まあそのあたりからしてもわかるとは思うんですけど、まあ本当福岡結構ね、その昔勉強したような歴史の出来事がすごく深く関わってる土地なんだなっていうのは本当にびっくりしました。すいません、これはなんかただの私がバカなだけって感じかもしれないんですけど、はい、でもここもね、私が本当にびっくりしたところなので紹介させてもらいました。さあ、福岡に来てびっくりしたことの3つ目というのが、ズバリ冬は普通に寒いということですね。まああのこれはですね、本当になんて言うんだろう、おそらく関東に住んでる人とかは私と共感してくれる人多いと思うんですけど、関東の人からすると九州ってもうそれだけで常夏っていうイメージがあるんですよ。なんかもう九州イコールあったかい常夏の島みたいなイメージがあるんですよね。だから私あの福岡に引っ越してきたのってちょうどその7年前の11月だったんですよ。だからこれから寒くなる時期にあったかい九州に行けるなんてすごいラッキーって思ってたんですよ。って思ってたし、確か私ね、お父さんかお母さんか忘れちゃったんだけど、親にも言われた記憶があるんですよ。あ、これからちょうど寒くなる時期だからあったかい九州行けてよかったねみたいな、なんかねそんなことね確か言われた気がするんですよね。で私もそう思ってたし、あ、やった、これからあったかいところに行けるんだみたいな、でなんならやっぱ寒いのってちょっとね嫌だから、これからもうこの寒さを味わわなくていいんだみたいに思ってたんですけど、
まあもうほんとね、引っ越してみて、まあ、11月ですよね、どんどん年末に向かって寒くなるんですけど、これ東京より寒くないみたいなことがすごく多かったんですよ。で、私当時そのケーブルテレビで結構その屋外での取材とかが多かったんですよね。で、屋外でずっとなんかこう待機して、あの消防団とかのね、なんかあの年末のなんだろう、火災予防の出陣式みたいな取材に行く時とかずっとね、なんか外で待機とかがあったんですけど、もうめちゃめちゃ寒いんですよ。なんか吹きつけてる風とか本当にこうすごい冷たくて、私なんか、なんでこんな寒いのみたいな。っていうか東京に住んでる時にここまでこの風が冷たいって思ったことって多分なかったなみたいな、それぐらい本当に寒くて、私九州あったかいと思ってたのに、なんかこの九州の冬予想外なんだけどみたいな、乗り越えられるかなってすごいびっくりしたんですよね。まあ、びっくりっていうか、もうなんでみたいな、本当不思議っていう感情しかなかったんですよ。で、実際私その福岡引っ越してきてから結構意識的にその東京と福岡の気温をね比べたりすることも多く増えたんですけど、冬場とかもう普通に東京より福岡の方が気温が低い、最高気温が低いとか最低気温が低いとかっていうの全然あるんですよ。だから、これはもう本当に関東とか住んでると、もうなんか九州ってだけでもうあったかい地方っていうイメージが出来上がっちゃってるから、もう実際住んでみないとやっぱその辺って分かんないなっていうのは本当にびっくりしました。だからこのね、九州実は結構寒いよっていうか、福岡結構寒いよっていう話は、よく私のね、そのアナウンスしてる福岡オープントップバスでもね、ちょこちょこアナウンスをさせてもらってます。いや本当に、でもこれは関東に住んでる人とかだと実は知らない、気づいてないっていう人結構いるんじゃないかなって思います。思います。はい。なので、まあ本当冬にね、まあ今はもちろんね、そのこんな時代なので、まあ、こういう時期なので今はもちろんね、そのすぐにどうこうってできないんで、まあ、あくまでちょっと例え話だと思って聞いてほしいんですけど、なんか冬で寒くなりました、なんか暖かい地方に旅行行きたいな、九州とかいいんじゃないみたいな感じで福岡に来ちゃうと多分予想外の展開になるので、本当に気をつけてほしいなって思います。どんな忠告だよって話なんですけど、まあ、でも本当に、その冬が寒いっていうのは本当に私はびっくりしました。はい。ということで、まあ、今回はこの福岡に引っ越してきてびっくりしたことということで、まあ、1つ目、空港が近いこと、2つ目、歴史の舞台になったところが多いこと、そして3つ目に冬は普通に寒いですっていうことをねお伝えさせていただきました。皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、本当ね、実際住んでみないとわからないことってすごく多いのでね、まあ、これからもこういうなんかね、福岡移住者ならではの、私ならではのお話っていうのをね、またお伝えしていけたらいいなと思います。ということで、もしよかったらこのチャンネルに高評価&チャンネル登録ですね、合わせてしていただけたらと思います。さあ、皆さん最後までご視聴いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。